回もう一回固着というか、はい、焼き付けるというか。なるほど。でこの次はで上から釉薬をかけて焼くんですね。一、はい、回だから普通のやつよりは素焼きが一回多い、はい、一手間多い。多いやつは比較的外は、うん、あんまり変わらないですね。中の薬に、うん、それもだから釉薬だけにしてもらったらいい場所で出るものなのでかなり量産向けではないですね、うん、だから今言われても、うん、申し訳ないとしか言いようがないので、まあ、できたら今のところはそうですね、黒がいいかな、うん、この部分、はい、この部分は木の灰を吸って釉薬にしています。釉薬って、まあ、まあ木の砲弾では上げてないですよ、はい、あそうなんですね、うん、あのネット販売はしてないし、はい、あまりそんな炉内の大きさが多分ねこっち2枚でしょ、こっち4枚だと思う。単純にで高さも違うし、ね、こっちであの今作ってるお茶碗あるでしょ、あれが100個ぐらいは130ぐらいは入るから、わかりますかね。これで、口径と深さを測って、で団子で伸ばして、でヘラで中をきれいにするのと形を出す。To measure the outside. We're almost finished. Amazing. They look beautiful.